昨日 JR 東別府駅のホームで列車がドアを開けたまま8メートル動きました。けが人はいません。 JR 九州によりますと、昨日午前8時半ごろ、日豊線東別府駅のホームに停車していた上り普通列車がドアを開けたまま発車しました。およそ8メートル動き、運転士がブレーキをかけて止まりました。この列車にはおよそ150人の乗客と運転士が乗っていましたが、動いている間に乗り降りした人はおらず、けが人はいませんでした。原因は運転士のドアの閉め忘れです。これにより発車が1分遅れましたが、他の列車への影響はありませんでした。 JR 九州はご迷惑をおかけし申し訳ありません、運転士への指導の徹底と再発防止に努めるとコメントしています。